それでは中国の問題編の方に移っていきましょう。はい、ではまず中国の正式名称を漢字で何というか。首都、これも漢字ですね、はい、で人口約14億強と言われています。世界第何位か、面積も同じく何位か、はい、そしてトップですね、はい、漢字3文字で国家主席、聞いたことがありますでしょうか。そしてここに入るカタカナ4文字、はい、自治区としても有名です、はい、そして GDP は漢字で書くと5文字です。それは世界何位か、はい、通貨単位は何か、公用語はもちろん中国語です、はい、で民族は約50ほどの民族と言われていますが 90% が何民族か、ここに漢字1文字を書いてください。そして日本と領土問題が存在しているという立場なのですが、中国は、はい、どこが領土問題になっているか。そして夏冬スポーツの祭典、漢字2文字で、あるいはカタカナでもいいです。カタカナだと2文字じゃないですけどね。その都市、ここの都市と同じです、はい、そして上海、漢字で書くとどうなるか。2010年に何があったか、はい、この島なんというか。そして、実際、まあ、ほとんど国という概念にほとんど近いですけど、自治をしているポルトガルから返還された地域、カタカナ3文字、イギリスから返還された地域、漢字2文字。それでは書いてみてください。それでは解説の方やっていきます。中国の正式名称、中華人民共和国、はい、歴史用語で中国といったときはこれ中華人民共和国かもしれないし中華民国かもしれないのでちょっと注意が必要です。今言ったら49年に新しくできた中華人民共和国のことです、はい、首都は北京ですね、はい、中国には南京という都市もあります。で人口は14億3000万でもちろん世界1位です。2位インド、3位アメリカですね。面積も、あ、面積もというか3位ですね、はい、リギリ3位、はい、トップが習近平国家主席です。そしてここにはチベットが入ります。民族としても有名ですね。 GDP 世界第2位、アメリカに次いで第2位です。そしてこれが国内総生産、ドメスティックプロダクトなので国内総生産、通貨が人民元、もちろん公用語中国語です、はい、で 90% が漢民族。日本と領土問題があると主張しているのが尖閣諸島ですね、はい、そして、首都北京です。ここが北京です。で夏と冬、まだ冬は開催されてませんがオリンピックですね、五輪、これめちゃくちゃ出るので、オリンピックとかワールドカップはすごく出るので、まあ、中国はまだワールドカップには出場したことがないですからね。で上海がこうですね、はい、2010年に万博があったよと、はい、
そしてここは台湾です。で、イギリスから返還された香港ですね。アゲン戦争の時に取られたやつですね、はい、でマカオ、カジノなどでも有名な、はい、それでは続いていきます。79年から2015年まで行われていた、まあ人口の数をちょっと抑えようと、食料問題解決しようという政策を何と言ったか、一党独裁です。何という政党か、ちなみに国民党はこの政党との戦いに敗れて台湾に逃れました、はい、一党独裁のこともあり民主化運動が起こりました。はい、何という事件だったか、世界を揺るがす大事件でした、はい、で農業に関する話をすると、河南、華中、中国の南および中央では何が行われているか、河北では何が作られているか、大豆と何か、もう一つは世界一です、生産、はい、そしてあるものが安い、ある費用というべきかな、安いことによって世界のほにゃららって言われてます。昔はこれは世界のほにゃららって言われたのはイギリスでした。今は中国です、はい、そしてこれ経済に関する話ですけど、ほにゃらら主義と言われています。今ほにゃらら主義を取っている国は5カ国です。この国と残り4カ国、キューバ、北朝鮮、ラオス、ベトナムです。まあベトナムに関してはですね、ベトナム戦争ありましたし、北朝鮮に関しては当然南北の朝鮮戦争はありました、はい、だけれども経済という意味では実質的には何々主義、こことここには漢字2文字が入りますが、対応が入ります、はい、で経済が右肩上がりでガンガン来るよ、経済発展国だよ、 BRICS と言います。それぞれ BRICS 全部書いてください、はい、そして日本の高度経済成長期と同じあることが問題になっている。何の汚染、外国にいる中国人のことを漢字に文字で何というか、それでは書いてみてください。それでは解説の方に移っていきます、はい、79年から2015年、一人っ子政策です。緩和されました、撤廃されました、二人目まで大丈夫です。一党独裁はもちろん中国、共産党、はい、国民党との戦いに勝って今の中国があります。1989年天安門事件ですね、天安門広場で起こったんで天安門事件と言います、はい、死者も出ました、はい、民主化運動です。結局この民主化運動は失敗に終わったってことです。中国の共産党独裁が続いてる、はい、で河南、華中、日作というキーワードがあるので、稲作ですね、はい、日本と同じです、米作ります、過去に国に関しては世界一、もちろん小麦です、はい、大豆なんかも作ってます。ホニャララが安い、世界の南南と呼ばれている、もちろん世界の工場ですね、はい、経済特区なるものも存在します。何が安いか、もちろん人件費で、何の国か、もちろん社会主義ですね、はい、まあ共産主義と書いた人もいるかもしれませんけど、まあ一応社会主義に統一したいと思います。厳密に言うと違うんですけどね、はい、ほぼ似てると中学生は思ってもいい、はい、で現在は実質的に経済に関しては資本主義だよねということです、経済発展国 BRICS ですね、 B ブラジル、はい、ブラジル、はい、R ロシア、 I インド、
インドは経済成長を続けています。 C、 もちろんチャイナ、中国です。 S がサウスアフリカ、南アフリカですね。はい、そして何が問題になっているか、大気汚染です。で最後、外国にいる中国人、華僑、はい、華僑の今日は人弁です。三国志なんかで小教とか知ってる人だったら間違わないと思うんですけど、これ乃木編とかにしないようにしてくださいね。それではこれで解説を終わります。